ゴルフリゾートで有名なカリフォルニア州リバーサイドカウンティのラキンタに来ています。ここはランチョラキンタというコミュニティで、そこでオープンハウスがあるので今日はそこに行ってみたいと思います。サンタロサマウンテンとジョーンズゴルフコースの15番ホールが見えるところです。この物件は5つの寝室で 4.5 の浴室、母屋の他にこの離れがあります。ゲストルームが2つ、キッチンがついています。ファイヤープレイス、そしてバスルームを通るともう1部屋あります。リビングスペースもこのようにあります。入り口がそれぞれついています。このようにゆったりとした作りになっておりますので、バケーションホーム、セカンドホーム、そしてゲストの方はもちろんのこと、2世帯住宅としても使うことができます。こちらはメインハウスのフォーマルリビングルーム、そしてフォーマルダイニングルーム、天井がとても高く設計されています。こちらからキッチンに行くことができます。オーブンも2つあります。アイランド、そしてブレックファストノック、この広々とした窓からは、美しいプールビュー、そしてゴルフコースビューを見ることができます。ここはちょうどジョーンズゴルフコースの15番ホールの、あたりです。そしてここはファミリールームで、ファイヤープレイスとミニバーもあります。ご覧のように玄関を入ると広いゆったりとしたスペースがあり、この玄関のちょうど右側は、オフィスになっています。こちらはマスターベッドルーム、ドアが2つある広いお部屋です。ここから見ることができる美しいビューを堪能できるように、このような大きな窓になってます。でここも天井がとても高いです。こちらはマスターバスルームになります。通常のサイズよりもシャワールームも大きいですね。そしてこのトイレのスペースもゆったりとしてます。クローゼットも大きいです。右側の広いカウンターとジェットバスタブ、主寝室にはカスタムメディアビルトインの棚があります。そしてバスルーム、こちらに行きますと2つ目のベッドルーム、ここは浴室ですね。そしてここが3つ目の寝室につながっています。ここはランドリールームです。このドアから車庫に行くことができます。ここは3台分の車が入ります。一番奥はやはりゴルフコースがあるコミュニティなので、この方のようにゴルフカートを置くこともできます。車庫を外から見るとこのような感じです。ここのコミュニティの共営費の中にはフロントヤードのメンテナンス、24時間のセキュリティゲート、ラケットクラブのメンバーシップ、フィットネスセンターへのアクセス、クラブハウス、ダイニングの利用、TV、インターネットなども共営費に含まれています。このゴルフ場は繁忙期に備えて10月の後半、そして11月は芝のメンテナンスのためにクローズになるそうです。